は4人家族、朝は私以外誰も家にはいない、学校に8時10分くらいに、着けばいいやと思い、のんびり準備し洗面所で、髪を乾かしてました。すると後ろでゴトンと、何かが起きた音がしました。ドライヤーの音のせいで、しっかりは聞こえなかった。耳を澄ませてみると、ガーッとかシャーッとか、物を引きずっているような音が、兄の部屋からしました。鏡には兄の部屋のドアが、開いた状態で映っています。さすがに怖いので、電気もテレビも、何もかもつけっぱなしで、学校へ行きました。そして夕方、家に帰るとすぐ母に怒られました。その変な音のことを、母に言ってみると、お兄ちゃんに、この話しちゃダメよ。兄は極度のお化け嫌いだから、そして夜になり、兄が家に帰ってきて、リビングの椅子に座るなり、陽太、めっちゃ怖い夢見たんよね。と言います。どんな夢？なんか目が覚めたら、ベッドの下を、女の人が張ってるのね。私と母は顔を見合わせてしまいました。私の聞いたあの音と、兄の夢が繋がりすぎている。